ランナーはこの3人。ああ、そうですか。はい、写真撮っても大丈夫ですか？もちろん。失礼します。どうぞ。いや、フランスからスタートしたのが6月25日 で、 あそうですか。で、今、日本に向かって走ってる最中なんですが、あのトルコに入っては、もう本当にトルコ の、 その警察とかがすごいそのサポートをいただきまして、あのフォスフォラス大橋ですか、あそこを渡った時 も、 もうあの道路一車線ね、あの遮断してくれて、あのパトカー、あの白バイで、ね、警護してくれて、またその町のインドの応援がものすごくてですね、あの日の丸掲げてこう走ってる車なもんですから、もうぜひこれはもうトルコの人にお礼のためにも、ぜひあの大使お忙しいでしょうかと、あの人にお会いしたいと思いますね。あの本当によく来ていただきました。はい、私もまあ、あのもうちょっと若いんですけど同年ですのでね、はい、そうで、あの走るのはあんまりあの長距離はやらないんですけども、はい、あの割と好きなものなんで。ああ、そうですか。ですから、まあ、ちょっとモラルサポートですけど、サポートいたしますので、あ、それから大使館の方もあの一応警察に連絡したいですね、はい、あのそういうことしてありますので、もし何か緊急事態でも起こったらぜひあの連絡していただければと思います。はい、質問分のところでいいんでしょ。担当の彼いますのでね、はい、なんかありがとうございます。となったりしそうであればあのすぐ連絡していただければ。ありがとうございます。はいはい、もうあのポスプラス走りはだってね、あのアジアに、アジア大陸にあの変わるのにもずっと白バイ2台でこう警護してくれまして。あ、そうですか。あ、もう感動をいたしました。はい、先ほどあの走られるこの地図をね、はい、あの拝見しましたけども、 そうですか。 あのあそこ、そこのまさにこれから行かれるあの、まあ、どうカルス、あのエルジンジャンとかいうとこ通ってですね、はい、あのイランの方の国境まで行かれるんですよね。はい、あの道をまさに私も 4,5 週間前にあの車でずっと逆に言うとあの帰ってきたんですよ。あ、そうですか。それであの隠し持っているのは非常にいい道なので、道のコンディションも全然心配はないと思いますけど、それからあのだいたい高原地域を走っていくんで、はい、あのちょっと寒いんじゃないかと思うんですよ。こういう感じですね。寒くなると思います、ね。はい、それとあと景色は非常に面白くて、あの運転してても飽きない感じですね。ああ、国境の近くに行けばあのアララット山っていうのがあるんですけど、はい、5000メートル級ですかね。富士山と同じような格好、火山なんですけど、それで例 の、 あのノアの箱舟伝説っていうのがあって、あのなんか漂着したとか言われてるんですよね。本当は分かりませんけど、そのアララット山のあのに向かってこう走っていくっていうことになるので、ものすごくあの景色いいですね。ああ、はい、あのトルコのガイドをしてもらってるあのチームスです。よろしくお願いします。個人みたいなんですけどね、はい、ですからここはあの地方に行っても、 あのあんまり車で走る分にはその何て言いますかね、あの道なき道をという感じは一切ないので、非常に道はいいし、今ものすごい勢いで整備が進んでますので、そうですね、本当走りやすいですね、あの速度が幅広いんで、そうですね、走りやすいですね。でむしろあの至る所で道路工事やってますから、はい、あのそれはちょっと気をつけた方がいいかもしれません。はい、あの突然あの車だと突然4車線が2車線になったりですね、あのもう片側道路をまあ工事中なんで、あのこっち側に車全部寄せて、今までこう双方向2車線だったのが突然あの双方向1車線になったりね、しますので、そういうあの急激なあのなんていうか交通規制の変化がありますから、ね、それはちょっと注意されて行かれれば、あの非常に快適だと思います。あ、そうですか。はい、快適。まあイランっていうのはどうなんでしょうかね、その治安的にはそんなにも今は。